これは広報大使家庭猫が未来図社員のニャシスタントになって未来図のお仕事を皆さんに伝えていくコンテンツである。第4弾はリビング営業本部の松川さん。松川さんはイオンモール名古屋ドーム前の中部電力未来図ショップで自宅用の太陽光発電や蓄電池の販売をしているよ。松川さん、家庭猫がお手伝いできることありますか？お店の前でお客さんに声掛けをすることになった家庭猫。得意の営業スマイルで商品をアピールして、目指せナンバーワン営業ニャンと、ここで松川さんにインタビュー。お客様から感謝の言葉を言われたり、追加提案したことを受け入れてもらえるときがとても嬉しくやりがいに感じます。少しでも多くの方にこのショップを知っていただいて、中部電力未来図という会社をもっともっと身近に感じていただきたいです。エネルギーのプロが電気ガスだけではなくて、融雪機器の相談や新築紹介も含めた様々な観点でお住まいの最適なエネルギーを提案させていただきます。少しでもエネルギーの観点で皆様のお役に立ちたいなと思っております。些細なことでも大丈夫ですので、ぜひこのショップにお立ち寄りいただきたいと思います。その何を考えているかわからない素朴な目がとっても可愛いです。逆質問ですけど、普段何を考えているんですか？